どうもタブヤンです。ネクタリス続きやっていきたいと思います。マップ13に大苦戦。さあ第3回目の戦い、今度の作戦はうまくいくのでしょうか。まずはスラッガーを倒さないとな。いくぞ、打ち方よーい、打てー。1ボタン連射すれば命中率上がるかな。4台倒した。さあこれモノケロスはこのエストール打ちたいけどな。パイソンが裏に回って攻撃しようかな、それともグリズリー、これだけでいけるか。状況、バイク便をね生かすっていうのが一番の目的なんで、グリズリー攻撃するか。このまま包囲効果が、おまあまあ包囲してる。腕ー、よしやりました。いや、この3戦で一番いい形なんじゃない。これでバイク便を生かして、さらにねこのリンクスがポイントですね。敵のムンクスを迎え撃つ。そしてムンクスが歩いて向かう。これミュール一応行った方がいいか。いやでもね、行ってもここで行き止まりなんでね、ここでねやめとくか。さあモノケロス撃とう。敵のエストールを攻撃。おー、いいね。だいぶこのばらつきあるよね、運の要素。あ、ここまでいける、ここまでいけるけど、行ってもな、ここは一旦ちょっと回復したいぐらいですけどね。だから、これはそうだね、ここに地雷を置きたいですね。なのでちょっと前行こうか。前に行ってここでもいいかな、十分か。よし、ここに置こう。地雷を置きます。そして、どうしようかな。みんなバイク便に近づいていって回復するかだよね。あ、パイソンがこれ北に回って向かうか、悩ましいですねこれ。うん、ここでしっかりでも防衛したいから、戻って回復するかだよね。悩ましいとこだね。自分に戻った方が早いか。戻ろう。でミュールもちょっと壁役でも使いましょうかね。終了。さあ、あとはリンクスだ。リンクス対敵のムンクス、これがどうかだよね。これちょっと西側から回ろうとしてる。そして敵のギガント、あ、回復した。敵のギガントが、来るのがねきついよね。まだまだこれで予断を許さないよねこれ。戦力出た、大砲出たよ。敵の大砲モノケロス最前線に配置してきた。撃てー、モノケロスを撃て。
全滅させるのもありなんじゃないの。おお、やった。ここで運が巡ってきました。敵のモノケロスを破壊。これはでかい。やったぜ。なにこれ、エストル。これででも敵の関節射程がこれだけだもんね。これもう撃っちゃったらいいんじゃない。輸送車で輸送車で撃てー。ノーダメージか。くそ、これ撃たれたくないな。まあでも時間稼ぎにはなりますね。ここまでいったら1,2,3,4と逆にエストールに撃たれるのか。嫌だねそれは。エストールの範囲外から1,2,3,4、ここかな。でミュールでもう蓋をして、ここでよし、有利な戦線ですよ。そして回復させて、ここだ勝負。関節で打つから、撃て。4人ぐらいやっつけろ。あー3人か。で一旦下がって、通らせないぜムンクス。大事な戦線のね、このムンクスが到着するまでの時間遊ばしてもらうぜ。さあ今までで一番いい形だ。敵のギガント来る前にこっちもギガントをね呼び寄せたいよね。でも地雷がいい位置にね置いたんで時間稼げると思うんですよね。あの南中央のムンクスが北上してきたら嫌だな。よしよし、これ時間稼ぎの輸送車役立ってますね。地雷代わりですね。いいですよ。おお、一気生き残ったのもいいね。あー、そこに大砲置いたか。嫌なとこに置いたね。あー、エストール復活か。うざいねエストール、何でも回復するのは。さあこれ大切にいきたい。まずはバイク便で占領だ。さあ行くぞ、出撃だ。どうしようかな、ギガントを優先しようか。ギガントアルマジーロ、そして大砲か。大砲を、大砲を輸送する。さらに、ナスホルン、そしてパイソン。さあ増援が来るまで持ちこたえれるか。ここはエストールかな。ちょっと待てよ、これ先にエストールでエストールを攻撃か。どっちが先の方がいいんだろうね、わからん。とりあえずエストール攻撃。これ前回だったかな、これモノケロスで攻撃して、さらに
エストールで攻撃しても全滅できなかったっていうね。これは全滅したい、エストールを。これ生き残られたらまたもう最悪の、あー最悪だ。まあそういうもんなんでしょうね、最悪なんじゃなくて。くー、まあいった。退却退却、グリズリー、いやこれ早く戻ってきてくれ。パイソン、回復したパイソン。急いでくれムンクス。え、これ守りきれんの、これどうなの。ここを通らせたらダメだから、ここからかだよね。全滅いけるか、なあ、ダメだ。え、これ無理なのか。ここ40% だから、ここにいれば大丈夫なんじゃないかな。次のターンに倒さないといけないけど。うわー、ギリギリの戦いだねこれ。ムンクス工場までたどり着かれてしまうのか。このターンにたどり着かれたら終わりだね。え、あー、よし、後ろに下がった。よし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 、これでいけるでしょう。危なかったね今、前に突っ込んでこられたら、次倒さなかったら終わりだったもんね。アモノケロスがエストール。うう、それは攻撃してきてくれたのか。じゃあ次のターン倒せるな。よし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 、回復された方が嫌だった。ここは、あ、ミュールね。ミュールはまあまあおとりですから、時間稼ぎだ。これはもうやられてもしょうがない。地雷代わりですからね、これはしょうがない。さあ問題は地雷をがどれだけ頑張ってくれるかだね。突破されないで。お、前に突っ込んでこないね。やはり地雷は難しいんでしょうね。これいいですね。よしよしよし、いい形ですよ、いい形だ。さあギガント、アルマジーロ、これ大砲をどこまで持っていくかだよね。こいつ、に対してここに置いても1、2、3、4、5、6、ギリギリ届かないっていう感じだよね。これちょっともう一個先だな、もう一個先行こう。さらに、リンクス、エストール。あ、バイクビームお役ごめんかな。でもこのマップ結構制約されてるからね、ここ南に行けんのムンクスだけだからね。さあお楽しみのモノケロス射撃。あ、どうしようかな、エストールで攻撃しようか。逃げずにこいつを倒してしまえば、こいつからは、え、1、2、3、4、5、6、届くのか。モノケロスに撃たれちゃうんだね、エストール。じゃあやめとくか。これでまずは敵のエストールを破壊、確実にね。 OK、エストール一回退却しよう。回復だ。
かな。無駄に損失してもしょうがないから戻ろうか。ていうかこっちに戻って歩兵連れてこようかな。あ、ここだとダメージ受けちゃうのか。しょうがないな、本陣に戻れ。さあ、そしてここムンクス、早く来てくれー。攻撃、とどめさせ。よーし、やりました。これはでかい。敵の収容所が空いている。いいですよこれ、大チャンス到来だ。終了、頑張れ地雷。頑張れ地雷。これも地雷次第だね、ここは。このターンギガントとかが地雷倒しに来る感じかな。間接射程のね、1個破壊したのは大きいよねこれ。あー、そこ届くのか。うわー、それ計算ミス。モノケロスグリズリーに届くのか、最悪だ。でも生き延びれば退却しますから。あ、攻撃しすぎだ。山嵐頑張れ。ノーダメージ、すごい。これはだいぶ持つんじゃない。うん、山嵐防御力736。 OKOK、 まだあと7つもある。いや、地雷の有効性ですねこれ。あ、右往左往してますね歩兵たちは。どうしようもないよね。そしてギガントが来ればもうちょっとやられちゃうから、その前にちょっと砲台を立てたいよね。さあ、もう占領は目前だ。行こう、全軍を持ってギガント。エストールが1、2、3、4、ここ、モノケロスが1、2、3、4、5、6、ここまで。うわ、これはでも行くか。どうしようかな。1、2、3、4、5、6、ここもダメか。もう行くか。ギガントに合わせようか、歩幅。全軍で行かないとな、行くときは。何回も1、2、3、4、5、6、ここはアウト。ここまでだね。ヒンかな、前行った方がいいかな。いやでも1ターン待つか。みんな歩幅を合わせて全軍を持って、1、2、3、1、2、3、4、5、6、一歩前はいけるはず。下ろさないでいいよね。うん、下ろさないでいい。よし、全軍出撃した。北側はエストール退却、グリズリーも退却だな、ミュールも退却、パイソン到着、攻撃準備よーい、撃てー。
999。999でも倒せない時は倒せないんだよね。1、2、3、4、5、6、ここなら大丈夫なはず。終了。さあこれで我が軍有利ですよ。この北東の工場を占領した全軍をもって収容所を目指しましょう。うん、じゃあ挟み撃ちになる感じですからね、敵は。あ、すぐ退却する。くそ、効率いい戦い方してるな。おっと、モノケロス自身が地雷を撃つ。おお、地雷ナイスですMVP じゃないか、山嵐。まだまだ耐えられる。あと数ターン、ギガント突っ込んでくるかな。おっと、北東方面を警戒している。逆に手薄になるからね、こっちが。いいですね、敵が混乱しているぞ。占領しよう。さあ敵の音楽変わったぜ。敵のパイソン来るから警戒だな、これ。おお、すげえ、スラッガー。敵の残存兵力を気をつけて配置しよう。充実した戦力。輸送トラックはない。あ、あるのか。輸送トラックで大砲を持っていこう。よし、いいですよ。さあそして全軍突撃だな、もうこれは。一旦は敵の攻撃受けるけど、これはしょうがない。どんどん前へ行こう。まずは地雷の手前に配備。どうしようか、リンクス。マスコールの方がいいか、射程が長いんで。どうしようかこれ。この辺に配置して 1,2,3,4,5,6 か配置するか。もっと奥まで配置持っていきたいけどね。でももうこのターンが勝負だから配置するか。ここで配置。敵のね、このモノケロスさえ倒せばもう勝利は目前だ。エストール回復。よくぞ生きて帰ってきた。さあ攻撃だ。っていうかミュールしか通さない。これは倒せるでしょ。オッケー、リンチマックス。ここでいいかな。はい、終了。さあもはや勝利目前だぜ。まあ3回目ですからね。うん、
できれば気持ちよくね、一回でズドンとクリアしたいけど、ここから難しくなりそうですね、このゲームね。このマップでの経験を生かして次に生かしたいですね。ほんと微妙なところの戦いだよね。工場占領できるか。一歩のところ。アルマジロ全滅、やってくれるな。その分全軍は前へ進む。あそこにギガントいるから相当きついよね。ここにギガントを突破しないとね、通れないっていう最強の門番ですね。これ結構苦戦するよ。まあ敵を全軍引きつければ、このね新たな軍が行きますよ。ここはアグレッシブに全軍を持って移動して、モンスターどっちにしようかな。スラッガー先に行こうか。攻撃合格か。うん、ちょっと押したぞ。そして行くモンスター、こっち行けるかな。リンクスが狙え。よーし、よくやった。とどめだ、モンスター。確実に敵を一体ずつ倒そう。よし、無理せず戻って工場で回復してもいいしね。そしてこの輸送トラックに乗せて、あ、ムンクスいっぱいいる。ムンクス軍団行けー。さあ、そしてこちらモノクロス、あ、届く。あ、これギガントはミスったね。敵前に出すぎたぞ。ギガント撃てー。いいですよ、グリズリー戻ります。そしてちゃんと生きて帰ってくれたエストール、もう一度出撃。エストール攻撃届かない。モノケロス、敵のモノケロスを攻撃だ。そのために配置したんだからな。うん、普通かな。ナスホルン、これはギガントかな。どうしようかな。先にモノケロスか。ギガントさえ倒せばもうね、モノケロスとか裸になるんで、どっちも有効なんだけど。リンクスは射程2だよね。よし、リンクス、これ通用するかな。ノーダメージか。おお、一体倒したか。オッケー。まあ、ここで待機。バイソンではきついよね。うちのギガント、あ、移動が、あ、届かない。ギガント一歩しか進めない。乗せるか。でも行くか。行ってみるか。無理かな、これギガントは。ソウルまだ無傷。
戦う前にこれ戦力見れないんだよね。互角か。うわー、やられた。くっさー、これはちょっと無駄な攻撃したね。終了。ということで、マップ13長くなってますけど、今回はここで区切りたいと思います。このターンでね。いや、でも勝利が見えてきたんじゃないでしょうか。ここはね、互角の展開であっても、北東の別動隊が、うわ、3台もやられた。北東の別動隊がね、本拠地を奪ってくれるでしょう。攻撃力960、ナスホルーン。うえ、このギガントは射撃でないと無理か。というか、うちのギガントを連れてくるかね。パイソンでは厳しいよね。ちょっとぐらいいけるかなと思ったんだけど、無理だったね。次のマップ以降ちょっと勉強になりました。ギガントにパイソンはもう死にに行くようなもんだ。ダメだ。さあ、敵の残存兵力。まあ後方を襲えばもう敵全滅できますね、これ。次回もお楽しみに。さよなら。